植物油がなんで健康に悪いのかっていうね、うん、そこに深掘りたいんですけど、でアメリカ人は平均1日に大さじ 5,6 杯のベジタブルオイルを消費してるって言われてますね。このポリアンサチュレテッドファットで満たされたオイルを、だからカロリーで言うともう700キロカロリーくらいの油なんですよね。だから2000、男性だったら2000カロリー前後、だから3分の1だよね。で、はい、じゃああゆみさん、はい、バイオハッカーズクッキングショー、イエーイ、じゃあ何か炒め物を作って食べてください。はい、はい、あゆみさん料理します。はい、米油大さじ2、はいはい、はい、料理します。はい、じゃあじゃあじゃあどうですか、ここまで響き、なんか変わったことあります？まあ、米油って私あんま使ったことないけど、まあ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 、まあ、今適当にあの米油って、ね、ね、ピックしたんだけど、まあまあ 大さじ2杯なんかオイルを入れてね、大さじ1でも何でもいいけどさ、うんうんうん、そう、はい、まあ普通ですよ ね、なんかね。じゃああゆみさん、お米一升食べてください。ちょっと 無理ですね。一升炊いてって言ったらなかなか一升炊くことないですね。一升ね、10号か、うん、ね、でさっきチャット GPT に大さじ2杯の米油を生成するためにはどれだけお米が必要かって聞いたんですよ。ああ、なるほど、うん、そしたら1600g、 1.6 キロ。だから正確に言えば1升と 100g ね。そんなに必要なんですね。わお。そう。それだけを摂取してるってこと、ね、油にしてると。まあ、直接的ではないけど。だから、うん、でもさ、大さじ2とかって普通じゃん。ね、なんか野菜炒め作るとか、うん、チャーハンとか。ね。アメリカ人の平均は大さじ5、6杯の植物油、ベジタブルオイル。この量を自然に摂取することはほぼ不可能。うん、トウモロコシ1本あたり、ね、ね、油分がそもそも非常に少ない。うん、ね。だから大さじ5杯のコーンオイルを作るのには、12000カロリーのトウモロコシが必要。まあもともとあのジャームだからね、カスから取るんだけど。はい、ブドウは625粒。ひまわりの種は2800粒で大さじ5杯のグレープシードオイルとか、ひまわり油が生成できるっていう話。そうなんですね。そんなに必要なんですね。なるほど ね。まあでも普通に考えたらそうですよね。お米とかね、ひまわりの種とかそんなにベタベタしてるものじゃないし。だって種、うん、そう、種ってさ、ね、もう守ろうとしてるわけじゃん。植物が、種を。で、それを割って、そこの中の油分をゴロゴロってね、取るわけじゃないですか。なんかお肉とかお魚のこう ね、油分があってこうペタペタしてる感覚とは植物だとまた全然違いますもんね。うん、サラサラみたいなね、はい。さらさら、そりゃそうですよ。だって不安定なんだから。うん、確かに。ねえ。なるほど。だから、ケトジェニックダイエットで深掘った時っていうのは、脂肪ってどうやって代謝されますかって話した時、あの、パスタを美味しく作るコツって言って、あの、乳化が必要ですって言ってたよね。油と水、水分を混ぜるっていう。あれを人工的に水素添加してやってるのがマーガリンとかそういう、あれだから。で、まあ、その、植物油に含まれる、多価不飽和脂肪酸、特にあの、リノール酸とかオリーブオイルに、含まれる一価不飽和脂肪酸、オレイン酸ってやつですね、いわゆる、に比べてリノール酸は10倍から40倍酸化しやすい。あ、これも論文書の後に貼っておきます。だから酸化するってどういうことですかって、金属が錆びたり放置したお肉がちょっと茶色くなったりとかね、その油の構造や性質がね、悪くなってしまうっていうことですよねっていうのは以前のエピソードで話したと思います。その酸化の過程でどういう悪いものが生まれるのかっていうと、ま、一番わかりやすいのは二日酔いの時ひどいね、ね、気分になるのはアセトアルデハイドっていうね、成分があるんだけど、それがこう肝臓で代謝しきれなくてうえーってなるわけですよ。でその植物油が熱にさらされるとそのアルデハイドが発生するんですよ。そうなんですか。へー、そうそう。じゃあここね、オリーブオイルも、うん、あ、じゃあこ、あの、じゃあそしたら酸化しないようにオリーブオイルみたいに生で使えばいいのってよく聞くじゃん。なんかサラダには生のオリーブオイルが体にいいですよ、うん、確かにそうなんです、うん、でモノアンサチュレテッドファットは確かに酸化しにくいから、うん、だからそういうのは あんまり火を与えないで使いましょうっていう話なんですけど、そのタデキがね、もう10年くらい前かに読んだザ・ビッグ・ファット・サプライズの中には、著者のニーニャさんがその工場見学に行った時のことをね、紹介してたんですけど、その食用油の製造にはいろんな工程があるんですよ。で、もう
うん、今から天ぷら作りますとかっていう前にそもそもその商品として出てる以前にめちゃめちゃ熱を加えられてるっていう話。あ、油の時点でってことですか。そうそう、作られる時点で、その中和される工程でアシッドウォッシュっていうんだけど、酸で洗う工程では、ちょっと待ってね、ここに書いたの、80度まで加熱されるね。でそれオイル自体が95度まで上昇して、で今度そのほらいろいろその絞りかすでできてるから、あんなクリーンな透明じゃないわけ、もっとドロドロの茶色い色なわけ。今度それを漂白するんですよ。その時の温度が90度から110度。そうなんだ。だからこの時点で、うん、そうで酸化が進んで腐敗して、もうそのまま食べるとその時はまだあの味とか香りがもうダメなわけですよ。だから最終的に何すると思います？最終的に香り付けっていうか、そうだからあのディオドライゼーション、だから脱臭工程、そう脱臭で、これオイルは再び加熱されて、この時最高で260度に達するそうです。260度ってさ、揚げ物の時より高いよね。本当ですよ。で、そうなんだ。っていう話。そんな工程が踏まれて油がねできてるってなんかあんまり考えないですね普段。ね。うん。本当ね、コレステロール下げるとか健康的とかって書いてあるけど、そう。そうだったんですね。あやみさんさ、フレンチパラドックスって聞いたことない？フレンチパラドックス。うん。うん、フランスの矛盾。おー。なんかさ、過度のね、肉食とか飲酒は体に良くないって言われてるじゃん。うんうんうん、フランス人とかフランス料理ってさ、赤ワイン飲んで、お肉とかバターとかチーズとか動物性油脂の摂取が多いじゃん。うんうんうん、けど、他の西洋諸国と比べて、あの、心臓病の死亡率が低いっていう。あ、そうなんですね。矛盾。そうそうそう。うんうんうん、これ結構有名なんだけど、うん、まあ知らないか、うん、まあね、聞いたことある人はいると思うんですけど、うん、実はイスラエルパラドックスと呼ばれるものがあります。イスラエル、イスラエル、なんとですね、イスラエルはオメガ6系の多不飽和脂肪酸、うん、ポリアンサチュレーテッドファットの消費量が世界で最も多い国の一つなんですよ、うんうんうん、アメリカより 8% 高い、うん、オメガ6で、ヨーロッパ、うん、そう、うん、主要国の大部分より10%から12%高いそうです、うん。はい。これも、はい。論文小ノートに貼っておきますね。うん、ビーガン大国のイスラエル。はい。こちらを引用すると、こういう植物由来の、ね、プラントベースの国民的習慣にもかかわらず、うん、心臓疾患、高血圧、うん、新型の糖尿病、うん、肥満の有病率は逆説的に高いと言われてます。そうなんだ。そう。そんなになんかよくね、やっぱりオメガ6必要ですよって、取った方がいいよってよくね、健康番組とかでも日本でも言われてますけど、結果は6？ うん。だからさ、もうビーガンの人たちっていうのはサーモンとかああいうのも食べれないわけじゃん。そうなると、うん。頭が良くなるって言われてる お魚食べないと3と6の比率がすごく下がるよね。だから ALA とかって植物由来のオメガ3を摂取しなきゃいけないし、うん、そういろいろあるんだけど、まあね、まあ、こういう背景があるんですよね。で、あとあの論文でこれ日本人の方が書いてるってこと、あの知ったんですけど、脳科学者の哲夫山下、金沢大学ですね、この人日本語でも本を出してるみたいです。なんか、そうなんですね、なんか脳と血管を守るために植物油を食べるのをやめなさいみたいな本書いてるんですけど、そうで、さっき言った体に悪い成分のアルデハイドはね、有害な成分だから、でこれが 4-HNE っていうね、このハイドロキシノネナールっていう、はい、これアルデハイド の一部なんですけど、これがまあアルツハイマーの原因なんじゃないかってこう言ってるくらい。ね、この山島教授が。だからね、あとはキャノーラ、菜種油とかはマウス実験だと記憶力の低下とか、ね、体重増加にこう関連してたりとか、まあスタディ上げるとキリがないんだけど、うん、
こうあれも悪いこれも悪いって言ったら結構聞いてる人たちがすっごい不安になると思うからそうとりあえずこんな感じで、はい、でもそうですよね昔って認知症とかもあんまりないですもんね、うん、ね、まあ、だからボケる前にこうコロッといっちゃうみたいな、なんかね、そういう薬とか医療のねあれがなかったから、だから時代が変わってくるといろんなさ要因がこう変わってくるし、何がこう原因だってね決めるのは難しいと思うし、でもね、まあまあこれがね、はい、一応そのベジタブルオイルをディスるっていうね、はい、そうなんだ、もう本当今ね皆さん多分明日からじゃあどうやって、はい、どうすればいいんだっていう感じ、あ、じゃあ、 あの縦切りの方からじゃあ、 あの普段取り入れた方がいいですよっていう油をちょっといくつか紹介しようかな、そうですね、はい、まあとりあえず日本食は体にいいって言われてる、まあ、懐石料理を毎日食べましょうって言ったら、うん、そのね、現実的じゃないし、でもあれってさ、その戦前のすごい古き良き日本の伝統的な調理法とかがあるわけじゃん、うん、ああいうのってやっぱりさ蒸したりとかさ、こう囲炉裏でねこう ロバッタ焼きとかもそうだけどさ、ああいうのがほとんどだったじゃん、そもそもフライパンとか使わないそう、うん、ね、そうなんだよ、だからあんまりフライパンで何かで炒めるとかっていうのはやっぱり温度が必要だし、それに高温でさ、ね、ちゃって短時間でやる方が水分がこういい感じでさカラッて仕上がる、だから中華美味しいじゃんっていう話ですよね、中華鍋でもうすごい火力で、ね、食べてないけどたてきまあそう、高熱、これがポイントで、あのね、スモークポイント、あゆみさんバターで、はい、目玉焼き作りますって、あ、バター焦げちゃったっていうことなんかないですか、うんうん、ね、焦げやすいよね、うん、バターはあれスモークポイントがすごい低いんですよ、うん、に比べてギーはねスモークポイント高いんですよ、ギーって日本であんまり、うん、あれか知ってはいい、夢じゃない、あんまり売ってるのとかは見ない、うん、それに多分高いよね、バターとかと比べると、うん、そうだね、うん、ね、あとはタリキが普段使ってるのはアボカドオイル、アボカドオイルとか、あとカメリアオイル、カメリアオイルはね、アブラナ科の植物で、これもオメガ3が含まれてて、まあでもポリアンサチュレテッドファットはそもそもすごく、熱を与えると酸化しやすいから、まあでも中でも、スモークポイントは高い方だから、ある程度フライパンでジュージュージュージュいったら、なんかだから強火の手前くらいまでだったら全然 OK みたいな、うん、だから日本のあのね、あ、でも日本って IH とかでめっちゃあれなのか、高温になるのか、逆に分かんないけど、そうですね、うん、まあ、割と普通になるんじゃないかな、強火とかだと、そう、うん、うん、だからココナッツオイルとかで調理するんだったらもうほんと中火以上になっちゃうともう焦げちゃうよね、ああ、そうですよね、確かに、うん、そうだよね、だからあとはなるべくコールドプレス、その熱を与えないで生産したオイル、ああ、それってどういうオイルなんですか、コールドプレスって なんていうの日本語で、だからあのさ高価なごま油とかってさ、こうすっごいゆっくりさ、あ、なんかタラーって作るじゃん、うん、確かにね、いろいろそういう工程の火を入れたりとかしないで、うん、だからこれはどうなのかな、ちょっとわかんないんで、まあじゃあこれ縦切りの宿題っていうことで日本のね、うん、オイル事情、そう、まあだからなるべくそうです、タテキはもうほんと動物をそのブッチャーでお肉を丸ごと買って、うん、でそれで脂質の部分から低温でそのラードとかだったりとか、うん、うん、だから前回のケトジェニックダイエットでも言ってたその質にこだわるっていう、うん、で質にこだわるとやっぱり環境にもいいよね、工場とか劣悪な環境で育った動物が屠殺されていってないし、でなおかつ餌がやっぱりこう栄養素っていうのはこう流れてくるから、うん、そう、そうなってくると脂肪って体に悪いんでしょ、いやでもだって光り物の魚とかにはさ、なんでオメガ3が豊富なのかっていうと、そういうプランクトンとかを食べてたりとか海藻とか、うん、そういうの食べてるから食物連鎖の影響でオメガ3が豊富ですよってなるわけだから、うん、そう、じゃあそれこそ日本で言ったらなんかこう牛脂とかあったりするんですよ、うん、ああいうのはじゃあいいんですかね、逆に牛脂いいと思う、そうなんだ、うん、まあ高いけど、うん、高い、ああ、特に牛脂とか動物のその内臓の周りにある
る脂質っていうのは、うん、パルチミン酸って言ってインシュリンとかの反応を良くする、うん、ね、膵臓のサポートするっていう栄養成分があったりとかするから、うん、栄養成分っていうか脂肪の種類ね、うん、そう、うん、だからタテキはもうほんと牛脂使うね。あ、そうなんですね、うん、なんとか植物油とかだったら。え、そもそもそのタテキさんはこうオイルのやつは買わないってイメージですか？そうだね、だからオリーブオイルのなんかクラブのメンバーにやってて、うん、あのね、3ヶ月に1回くらいその取れたてのこうセレクトされたオリーブオイル、うん、もうタテキオリーブオイルにはなんかめっちゃ こだわるっていうか、じゃ あのどことさんのなんとかがいいとかっていううんちくじゃなくて、もうなんか勝手に選んで持ってきてくれたりとかする、うん、イタリア人の友達に家の庭で採れたオリーブから手作りで作ったやつってのもらって一回飲んだことあるの、うん、もう喉がガーってなった、うん、そうなんですね。うん、だから逆にあれ料理に使えないよ、あの風味がさ強すぎて、そうエキストラバージン、うん、じゃあ逆にそのそいいオリーブオイルだったら まだ別に料理に使ってもいいって感じなんですか、その植物。まあそうだね、だからすごいめちゃめちゃ高温にしないんだったら、うん、なんか軽くねソテーするとかっていうんだと別にいいんじゃないかな、タテキはそこまで、うん、なるほど。それで考えたら確かにその低温調理でできるもので作るみたいな部分も結構必要だったり、うん、そうだからオーブンとかなんかで表面とかで調理するっていう時はタテキはギーとか、うん、あとはラードとか動物の脂質の部分から出た油を使ったりとかして、であと常備してあるのは MCT オイルとココナッツオイル、タテキはねさつまいもにココナッツオイルをこう表面にこうちょっと塗って、うんうん、低温でこうオーブンに入れて、そうするとこうすごいホクホクで、あのいい感じにちょっとココナッツオイルの甘みみたいなフレーバーがついて、うん、そう、それ好きっすね。じゃあその MCT オイルと、うん、まあ、ココナッツオイルはまあ別に使ってもいいかなっていう。そうだね、うん、でもなんか炒め油とかには使わない。あ、炒め油はじゃあ肉、炒め油に使うのはだからギーとか、あとアボカドオイルとカメリアオイル、うん、でカメリアもアボカドも色があったりとかちょっと風味の癖があって、うん、そうちょっとあれなんだけど、だからそう、あのだし巻き卵とか作るときにベジタブルオイル使ったらもっとね、だって あれなんでいいかってスモークポイントが高いのと変なさ風味がないから、そうです、ね、だから調理しやすいわけ、うんうん、しやすい。でもまあ別になんかすっごくまずいってわけじゃないけど、うん、そうカメリアオイルはちょっと癖あったりとかする。初めて聞きましたもん、うん、本当？じゃあちょっと見つけてもしあったらリンクとかショーノートに貼っておきますので、うんうんうん、そうですね、ね、あやべえなんかすっげえ長く話しちゃった、うん、なんか一応 Q&A シリーズなのに多分ね今回の話すごい興味深い話で、なんかやっぱりすり込みってね、うん、あるし当たり前に使ってるものってあるけど、やっぱりねそういう自然のお肉から取れる油を使うであったりとかね、その、うん、やっぱりこう体に結構摂取ですねする頻度が高いものだからこそ、やっぱり気をつけて使うっていうところはすごくリスナーの方もね、うん、重要なんじゃないかなっていうふうに聞いてて思ったんで、あのついついいろいろね質問しちゃったんですけど、いや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 、うん、どうここまでなんか、あ、じゃあ一応質問募集しようか、うん、ね、そうですね、皆さんからの方からもし質問があれば、もし質問があれば、うん、いやでもほんとちょっと今日は驚愕でしたね、ちょっと明日からの料理の仕方をちょっと変えなければっていう感じですね、普通に油使ってたんで、うん、そうだね、うん、だからこれ避けるのはすごい難しい。それこそ揚げ物とかってどうするんですか、うん、揚げ物だから、うん、揚げ物みんな多分ああいうベジタブルオイル使ってるよ、うん、あとはビュッフェ食べ放題とか安いのとか全部そうだと思う、ね、うん、例えばなんかね、パスタとかピザ食べ放題とかっていうところもきっとオリーブオイルなんか使ってないと思うし、そうですね、絶対そう、そう大豆油とかで、あとチーズも多分フェイクだと思う、あのチーズフードってあるんで、そう、え、たき日本大好きだけどさ、うん、日本帰ってきた時にあのアクシデントで知らなくて食べちゃった時のベーコンとチーズがマジでまずい。あ、そうなんだ、うん、加工感がすごい、そう加工されてる、うわすごいなって思ったえ、たてきさんは家で揚げ物やります、うん、揚げ物だからね、今さ子育ても含めて忙しいじゃん、うん、でキッチン汚れるし、あの選択肢にないっていうのが多分一番大きな理由、その不健康だから食べないです、うん、もう毛嫌いとかそういうのじゃなくて、そうで
でエアフライヤーとかそういうのもあるんだけど、まあ、バイオハッカーね、あのテフロン加工とか使わないから、あと IH もすごい、これもね言うとキリがないんだけど、そう、そうなんだ、うん、やっぱりまあ本来お医者さんたちは使わないって言うよね、そうなんだ、 IH、 うん、いろいろあるけど、でもかといっても一生食べないのかっていうそういうわけじゃないし、そうだから子供とかがそのねとんかつとか食べたいとかってなったら、うん、だから作るよね。そしたらなんか、まあ、まだそんなリクエストないけど、だからやるとしたらやっぱりラードで作るんだとか、そうだから揚げ物やるぞってなった時で多分時間があったりとか、うん、そういう目的があるからみたいな、そっか、そう、うん、ラードね、遊ぶ時遊ぶ、まあ、あのハメ外す時ハメす、うん、でもなんかこうその時になんかクオリティをせっかくだからみたいな、うん、バイオハッカーサミットでもバイオハッカーたち普段めちゃめちゃ体に気使ってるけどアフターパーティーとかみんなすごいからけどなんか お酒は全くの飲んでない、うん、なんか変なねドラッグとかも使わないけど、うん、なんかもう呼吸法と音楽だけでハイになるみたいな、そうすごいそうだからそれをね いわゆる普通の従来の人たちの目線で見ると、うん、なんだあいつらちょっと変わってんなっていう話になるけど、我々の価値観はこういうところに重きを置いてますみたいな、そう で、ね、そう、うん、でだからタデギもなんだかんだ言ってこのベジタブルオイル問題はすごく大きいと思ってる、そうです、ね、うん、だって今普通に生活しててね、うん、え2人に1人3人に1人が癌になったりとか、そうです、ねね、生活習慣病になったりとかするわけじゃん、うん、認知症とかもそうだし、うん、そう認知症 ね、そう、そうなんだ、普通に生活してて、うん、あのまず食べないよね、確かにブルーゾーンの人たちの食生活でも多分、うん、だってそうだと思うんだよね、沖縄の長寿の人たちもおじいちゃんおばあちゃんとか、うん、なんかフライパンでなんか炒めてなんとかっていうよりかは自然のその庭で採れた野菜をこうおひたしにするとか、うん、すごいシンプルな感じだと思うんだよ、うん、そうですね、うん、そっか、だからこれは多分、うん、究極の引き算だと思います、そうですね、確かに、うん、みんなねこうかっこいい体にしたいとか、うん、体重落としたいとかダイエット何食べればいいですかっていう話よくすると思いますけど、うん、ね、サラダ油をもう完全に取り除くっていう方がめちゃめちゃ大事だと立木個人的には思ってます。それで言うと本当外食できないですねなっちゃうよね、そうそうそう、だから極端は良くないっていうのはもう100も承知、寿司を食べよう、うん、寿司をそうってなるでしょ、うん、確かに、なるほどね、うん、だからそうなってくるとね、エラーいろいろあるけど、ね、うん、いやでも今日はだからデパ地下、デパ地下とかスーパーのお惣菜とか、うん、ああいうのも全部そうだよね、そうですよね、そうだってからってこううまそうに上がってるのに全部使う、うん、だから商品ではこうなんかあ別に植物油使ってないなって思ってても、うん、ね、ああいうお惣菜とかにはほら何百円とかってこう書いてさ、うん、その栄養素のラベルとかってないじゃん、うん、ああいうのって、うん、あそうだから絶対、うん、ショートニングとか使ってるよ、確かに、だからその方があのパリッパリッパリに仕上がったりするじゃん、うんうん、そうですよね、うん、料理する人分かると思いますね、うん、だからね、なんかスナック菓子やケーキクッキーなんとかでいろいろあるけどそうちょっとくらい大丈夫って言って、うん、あなたのちょっとの基準はどういうことですかっていうね、であとはなんかデトックスとかファスティングとかっていういろいろ言って、まあ、コミュニティがこうめちゃくちゃじゃん、うん、でもバイオハッカーとしてあなたのツールとして選択肢に活用したらいいじゃないですかっていう話だよね、うんうんうん、だからいつだって食べないっていう選択肢はあるわけだから、うんうん、でも一方その食事に対してすごい厳しくなってソーシャルな時間みんなとのなんか久しぶりに会った友達と夕食を楽しめなかったりとか、うん、それって中長期的に心の健康とかウェルビーイングにとってどうなのっていう話になるじゃないですか、うん、だからそこはもうあゆみさんの答えはタテキは知らないしタテキの答えはねリスナーの皆さんが知ってるってわけでもないからそこはね各自の判断でっていうことなんだけど、うん、そうっていうのがっていうことを知ることはすごい大事だなって今日思いました ね、知らなかったもん、うんうん、なんかそれを外そうっていう選択肢がそんなになかったから、うん、そっか、それでこれからのね数十年が変わるのであれば
今日知れてすごい有意義だったなっていうふうに思いますね。てかこれエピソード1で一発目でこれやればよかった。なんか一発目何やったんだっけ、なんかあのメンタルヘルスとかがやったんだっけ、 うちら。まあでもね、それでこうね、あやみさんとねソーシャルメディアで出会ったわけだから、うん、だけど、一応英語学で学位持ってる他的なのに、ね、そういうのをなんで一番最初にやんないんだっていうね。まあ当たり前すぎてね、他的さんにとってはこういやいやシェアするタイミングがなかったみたいな、うん、まあでもこれをね普通のお茶の間に行ったら、うん、ねだってまずいわゆるテレビとかのあれはさ、食品業界がこうねスポンサーに入ってるわけだし無理だし、お母さんにもうサラダ油使わないでって言ったら一気にもう明日から何作るの、何ってなんだって話になるわけじゃん。いや本当そうですね。ね、うん、でしょ、今日のご飯何っつってカレーライス、うわトランス脂肪酸入ってるダメ明日はとんかつやってて何で揚げんのみたいな。いや本当そうですよね。ね、いやそう難しいな、うん、だからバイオハッカーたちの普通を押し付けるとこうやって溝が生まれる。まあ、だから多分心のどっかでそれをね、多分タデキはね警戒してたのかもしれない。だからまあまあ知ってる人は知ってるっしょ的な感じで、そう後回しにしてたのかな。うん。でもやっぱり選択だからね、こう知ってるのと知らないのはやっぱり違うと思うんで。おっしゃる通り。うん。知れたことがまあすごい良かったなっていうふうに私は思いますけどね。そうそう。知った上でどう選択するかはね、皆さん次第だから。そうそうそう。うん、サウナ入ったりデトックスとかもいいけど、ね、そもそもそういう ね摂取するもの、油は摂取しないとかっていうのはね、これからね、はい、いいんじゃないですか、うん、っていうかチャット欄にも質問ないですよ、ね、ちょっとみんなちょっと驚愕しすぎてるんじゃないですかね。だってそうなの、そうかみたいなじゃあなんかアウトロー的になんかあの感想とかでもいいんで、もしよかったら、ね、なんかコメントなりスレなり、うん、チャットでもね行って書いていただければと思うんですけど、でも本当私はもうとりあえずむやみに油を使うことは控えようって今心に決めましたねでもその代わり油はいっぱい取った方がいいんだよね、アボカドとか光り物の魚とか、そうですね、そういう植物からは、植物というかその食物からは取った方がいいけど、生成されてる油はあんまり取らない方がいいっていう、そうそうそう、たりきも、うん、はい、もう卵1日3つ多い時5つくらい食べますし、うん、そうそう、うん、そんな食べていいんだね、うん、バイオハッカーは黄身が好きだ、黄身が好きだ、白身じゃなくて、なんかねボディービルダーの白身ばっか食べてるイメージあるけど、なんかアスリートとか脂質を取らないように、うーん、そうね、じゃあないですかなんか寂しいなアウトロー今日は Q&A シリーズだったんですけど、ね、うん、はい、ベジタブルオイルをディスる回、いやでもすごい、ね、本当有意義な回でした、はい、ありがとうございました。はい、あやみさんなんか他にもね扱ってほしいテーマとかもしあったら、うん、また連絡させてもらいます、募集してます、うん、ね、ね、ぜひ皆さんもオランダ来ないの、ね、行きたいけどね今円安でやばいよ、ね、やばいですよね、いくらかかるんだろうみたいな本当にそうだよね、なんかどんどん海外旅行がね夢のまた夢になっていくっていうこの悲しさでもまあまた戻るっしょ、まあね、逆になると思うよ、うん、アメリカがこうそうですね、ねいやでも本当今日本当油はもう気をつけようってマジでか、なんかあの別にあの脅してるわけじゃないです、うん、でこれたりきってること本当かって思う方は書のと見てみてくださいね、うん、あの全て透明性をクリアにして、本日たりきがここにね箇条書きしてあるんですけど、これのリンクとかも書のとに貼っておきますので、はい、皆さんのなんか新しい何かを学ぶきっかけになれれば幸いです、うん、ということであゆみさん、はい、本日もありがとうございました、はい、こちらこそ今日もどうもありがとうございました。はい、じゃあバイオハッカーセンター .jp からサインアウトしたいと思います。はい、じゃあ皆さんもいもーい、もいもーい、キートスキートス。ありがとうございます。はい、 OK です。ちなみにこの T シャツ買えるんだよ、タテキのウェブサイトで。あ、そうなんですね、へー